一番もうなんかこのシャンプーいろんなやりましたけど、これが本当にすごかった。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、ということで今日はまたシャンプーを紹介します。おお、はい、ただ美咲さんのねこの髪の毛が、はい、まあ、引っかかったりとかね、パサつきとか乾燥すごいじゃないですか、はい、これを今話題の韓国系シャンプー、はい、トゥルーリペアシャンプー、アモスプロフェッショナルさんのを、使って美咲さんの髪の毛をきれいにしていきたいと思います。なるかな、結構強敵だからな、この髪の毛まあまあごわつきますから、はい、それを、まあ、今回はね髪の毛のもつれだったりとか、はい、引っかかり、はい、あと何だっけ、ダメージ、はい、まあ、それ一番大事なとこやな、はい、そうをどこまで改善できるかってことをやっていきたいと思いますので、本当にね結構ねネットで検索してもめちゃくちゃ出てきてたんですよ、はい、個人的には、楽しみなシャンプーなので、はい、ぜひ皆さんねシャンプー、探してる方よかったら参考にしてみてください。それでは、シャンプーを開始していきたいと開始していきたいと思います。まずはブラシでまず髪の毛を溶かしていきます。濡らす前ですよ。まずね毛先から優しく徐々にこう根元に向かって溶かしていきます。でこの溶かすことによって、まあ、髪の毛のもつれもそうなんですけど、汚れだったりとかホコリとかスタイリング剤を、しっかりと取ってくれるので、しっかりと溶かして、で根元の付近までこう来るじゃないですか。で来たらこう溶かすとどう、こう気持ちよくない？いい感じに当たってます。すいません、わけわからんこと言ってます引っ張られるじゃないですか。引っ張られて頭皮にこうマッサージ効果があるので、結構ね血行促進だったりとか、その他のいろいろさまざまな効果があるので、まずはねしっかりと溶かすことをおすすめします。その次にお湯の温度、だいたいお湯ってぬるま湯38度ぐらいを目安でやってください。40度ぐらいでもいいんですけど、それ以上高かったりとかすると乾燥します、髪の毛と頭皮と。冷たすぎたりとかすると逆に汚れが落ちづらい、油分だったりとかスタイリング剤とかああいうのが落ちづらくなるので、なるべくね38度前後ぐらいでやるのがいいかなと思います。まずこう流していくんですけど、この時にもうしっかりと流します、はい、まずはこう指のこのいわゆるこう腹ですね、腹で頭皮をね優しく擦る。もうゴシゴシはダメやね優しくね、優しくこう溶かしてあげる、はい、でこの、まあ、いわゆる予洗いみたいな感じなんですけど、これを今の時点でこうちょっと優しく擦りながら汚れを落とす。 できれば2分間ぐらいこれ全体的にやった方がいいですよね。基本的にシャンプーは頭皮を洗うものなので、毛先はねもうさっきでブラッシングである程度汚れを浮かしたりとか取ってたりとかするので、この予洗いでね 80% ぐらい取れてるって言われてるよね。そうですね、うん、流した後ちょっとだけ水気だけ取って軽くでいい。アモスプロフェッショナルさんのトゥルーリペアシャンプー、これ出します。匂った、これ匂いました、さっきすごくいい香りでした。このねちょっとね少しピンクがかってる、なんかとろっとしてますね。ちょっととろっとしてるんですよ、なんかだからシャンプーっぽくない、ちょっと 1.5 プッシュぐらい出しました。でシャンプーやるときはこれ、ね、まず、ね、手で泡立てる、でこのまま頭皮につけていく、いわゆる頭頂ですかね、一番上の部分サイドつけて、で襟足の部分つける。で美容師さんみんな大体なんですよ、ここで水かける、お湯かける、私かけない、俺かける僕はもうここでお湯かけるんですよ。でお湯かけて、で泡立てていく、空気をねちょっとこう入れるような感じ、うん、めっちゃ泡立つねんめっちゃ泡立つねんけど相当泡立てないもん、ね、やられてるだけでも分かりますね、うん、もうすごい早いですね、泡立ち早いよね、はい、こうねガーッとこすんの危なくなる、うん、どっちかって言ったらこうちょっとこうマッサージしながら、そうですね、洗ってあげるのがおすすめですね、はい、どんな匂いこれ、多分ココナッツっぽい、なんかちょっと甘い、なんか女性がすごく好きそうな、すごくいい香りです、うん、
天然由来のココナッツオイルが入ってるんで、摩擦とかも結構しっかりと抑えてくれて、オイルで多分ちょっと抑えてくれるのかな、優しく洗い上げてくれる。僕ね、シャンプーやるときね、やっぱここ頭頂部のここしっかり洗った方が多分ね、気持ちがいいと思うんですね。そう、ここをねしっかり洗ってあげるのが一番いいかなと思います。 CMC コンプレックスっていうのが配合してるんですよ。で、髪の毛の中にすごい必要なね、あの CMC っていう成分があるんですよね。いわゆる接着剤みたいな役割のやつがあるんですけど、それが入っているので指通りがすごくいいんですよ、シャンプーの。だから引っかかりづらい。で、引っかからないってことはあんまり摩擦もしっかりと抑えてくれるので、で、なおかつこういう泡立ちがしっかりと出てるので、ね、で、これで一回流しちゃいますね。よし、じゃあ、はい、洗い上がりました。どうだろう、指通る、指結構通ります。それ嬉しいですよね。結構シャンプーの後って通らないことが多いんですけど、結構指通るから、いきますよ、普通に通る。私の髪の毛結構引っかかるんですよ、美咲さんの髪の毛ね。軽く水気をここで取ります。トゥルーリペアトリートメント、はい、これもまた CMC 配合、いきます。じゃあこれを大体500円玉ぐらい取って、匂いはまたちょっと違う。違いますか。こっちの方がちょっと甘かった。ああ、こっちの方がちょっと甘いかも。うん。で、これもしっかりとね、手で馴染ませて、はい、まずね、つけるところは毛先から。根元からつけないでくださいね。はい、毛先から、一番ダメージが多いであろうというところからつけていく。一回ね、だから全体つけたら、こう指でこう溶かして、指で溶かすぐらいが一番いいかなと。あんまりね、なんかブラシとか櫛とかで溶かすと結構ね引っかかったりとかもするの で、それで無理やり溶かしたら結構ダメージの原因にもなるかなと思うので、はい、指でしっかりと溶かしながらつけていきますね。で、つけたらこういう風に撫でる表面のザラザラが取れてくるんですよ。なんかそうなったらトリートメント入ったなみたいな感じにならへん。なりますね。ね、だから結構ね、ダメージ、乾燥、パサつきとか引っかかりが多い方は5分間ぐらいね、こうしっかりと馴染ませる。これだけでも全然こう流した後全然違いますから。リペアトリートメントはこれね、12種類のね、アミノ酸、まあ、いわゆる栄養成分ですよね。大豆タンパクが入っているので弾力アップもつながって、で、さっき言ってたこう CMC ってあるんですよ。これもまたね入っているので、うん、で、この栄養分とかこの CMC っていうのは、はい、接着剤の役割って言ったと思うんですけど、うん、栄養分を中でねしっかりと閉じ込めてくれるっていう効果があるので、うん、これが入ってる、シャンプーとかトリートメントは結構いいかなと思います。つるっとしたら流しましょう。なんかザラッとしてる状態で流してもあんま意味ないんで OK かな。はい、はい、じゃあこれでもう一回流します。タオルドライのね、根元をこう優しくやってくださいね。これをゴシ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 ってやったらマジでダメージの原因になるんですよ。毛先とかはもう本当にこう押さえる感じ、髪の毛を。これもね、こうゴシゴシゴシってやったら髪の毛終わります。はい、濡れた状態が一番危険ですね。一番やばいん でタオルがね、こう濡れてないところでこうタオルの場所を変えつつやってあげると、はい、結構ね水分取れるんで早く乾きます。次にトゥルーリペアエッセンシャルオイルを使っていきます。エッセンシャルオイルをスプッシュぐらい、じゃあ手でしっかりとなじませて、これも毛先中心にねしっかりとつけていきます。やっぱね、ダメージがある部分だったりとかパサつきやすいところをしっかりとつけてもらって、で、これも4種類のオイルがしっかりと入ってるんで、ツヤがね、しっかりと出てくれます。まあ CMC もまた入ってるので、栄養分が抜けないようにしてくれてる。そんなにね、ベタついてる感じがしないです。しっとりするっていうよりは、こう指通りが良くて、ちょっとサラッとした質感になるかなと思います。でもだいぶ綺麗。ツヤが。うん、出てるよね。で、最後に、ちょっとね、まだパサついてるところがある方は、カーリングエッセンス 2X っていうね、ミルクタイプのやつですね。クリームタイプかな。50円玉ぐらい50円玉ぐらい出して、はい、で、つけていきますね。うん、あ、
全然匂いがさっきのと全然違います。優しい匂い、まあ、特に毛先乾燥するじゃないですか。オイルをつけてそれでも乾燥している方はこういうのでね仕上げてあげる。あ、だいぶしっとりする、うん、でなんか変なベタつきがないから結構つけやすいかもな、なんだろう、すげえ爽やか、爽やか、ね、なでこれもいいかも。あ、すげえ、これすげえかもしれない。これ本当に、なんだろう、潤いがめっちゃ一気に出て、でもベタつきがないし結構すごい、手触りもだいぶ変わりました。パーマやってたりとかコテ巻いたりとかして結構パサついたりはしてる方っているじゃないですか。そこにつけたら本当に綺麗になります。本当に多分収まると思う。巻いた後とか、巻いた後とかでもいけると思います、うわ、ほんまにさっきと全然違います。これちょっと触ってみ、マジで違うから。あ、すごい、これすごいよね。え、なんかミルクなのにベタつかないってすごい。これね、カーリングエッセンスつけた後なんですけど、マジですげえ。すごい綺麗。感動。うん。これつけた方がいい。つけた方がいい。むちゃくちゃいい感じです。はい、ということでお疲れ様でした。はい。僕がお疲れ様でした。あなたは座ってたので。ありがとうございました。はい。結構良かったです、はい、ちょっと説明していいですか。はい、はい、でね、まずトゥルーリペアシャンプー、はい、これね泡立ちがまずいい、本当に、で天然のココナッツオイル入ってるからきしみもないし、でもこう指通りも結構滑らかだし、泡もなかなか優しい泡でした。匂いが少し甘めだから、でめっちゃ泡立つから、はい、で三崎さんめちゃくちゃ毛多いんですよ、はい、毛多いけどワンプッシュ半かな、ちょっと なんか喋りながら出したんで半プッシュ出したんですけど、普通の方だったらワンプッシュでいけるかなと思います。トゥルーリペアトリートメントね、これも、500円玉ぐらい出して馴染ませたかな。で乾燥だったら、三崎さん乾燥とかパサつき結構すごいんですけど、そういう方はもうちょっと多めでもいいかも。あのさっき言った CMC だったりとかと12種類のアミノ酸と、大豆のタンパク質が入っているので、本当にね、髪の毛の弾力が結構出ます。で、まあ、さっき言ったように、こう、つけながらちょっとなじませるっていうのが結構僕はポイントかなと思うので、しっかりと、やってもらえたらなと思います。はい。エッセンシャルオイル、トゥルーリペアのエッセンシャルオイルね。で、これは大体2プッシュぐらい、乾かす前につけたんですけど、結構ね、そんなベタつきはない。はい、4種類のオイル。が配合されてるんで結構ツヤ出ます、やっぱり、ツヤ出るけど気持ちちょっと僕は軽いから、ツヤ重視の方はこれだけで絶対いいかなと思うんですけど、収まりだったりとかちょっとくせ毛が気になる方っていうのは違いやば、カーリングエッセンスの 2X かな、はい、めっちゃね、あのカンペ見まくってますけど僕は。はい、これも乾かした後ストレートスタイルを作ったりとか巻いたりとか、まあ、パーマヘアの後、まあ、でも仕上がった後につけるっていう感じなんですけど、はい、マジで結構違うよねこれ。びっくりしました。一番もうなんかこのシャンプーいろんなやりましたけど、これが本当にすごかった。びっくりしました。これマジでずっと使いたいって思うぐらい、なんかそのね、みんながみんな必要じゃないかもしれないけど、本当にパサつきがすごく気になる方はマジでこれ使った方がいい、はい、で僕思いました。なんでこれはどちらかというとツヤ重視、はい、もちろんこれだけでも収まる方もいます。なんですけど髪の毛がちょっとゴワつきがすごかったりとかパサつきが結構ものすごいっていう方、クセ毛の方だった方は絶対これ使った方がいい、はい、っていう感じですね、はい、ちょっと最後だけ熱入っちゃいました。美容ってやっぱ韓国すごいね。すごいですね。もちろんね、日本のやつとかも結構クオリティ近いものとか多分あると思うんですけど、結構すごいかも。で向こうもハイトーンの方も結構多いし、そうですね、だから多分それにつくより作られてるのかなと思うので、はい、やっぱりダメージ結構意識されてる方は、でしかも韓国好きな方はよかったらね、アモスさん使ってください、ぜひ、はい、で、もう一個ね、最後ちょっと紹介したいんです。これがね、緑茶ラインかな、全部韓国語なんであれですけど、そうなんですよ、髪の毛抜け毛だったりとかが気になる方が結構おすすめ、脱毛症のケアもしてくれて、あとは、皮脂が出やすい人、
僕結構皮脂出やすいってあれなんですけど、そういうのを抑えてくれます。シリコンはこれ入ってない、いわゆるノンシリコンかな、はい、うん、なのであのパサつきもなく軽い質感になってくれるかなと思いますので、抜け毛が気になる方、はい、で油が出やすい方、僕みたいな感じですはい、インナードライって言われてます、はい、で、ノンシリコン、はい、で、お探しの方、少しでも今日のシャンプーで参考になれば幸いです、この動画良かったらね、いいねだったりとか、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。もうちょっとね、次回ぐらいからまちょっと面白い企画もしてますので、はい、よかったら皆さん参考にしてみてください。はい、はい、それではまた次回の動画で会いましょう。バイチャ、バイバイバイ、じゃあ